山道を、佐世保線が横切る須山神社は、佐賀県西松浦郡有田町大樽に鎮座する神社である。神社名は俗に、と、宇山神社とも音読される。江戸時代に当時有田の統治と、有田焼お及び刀工に関する管理を行っていた、鍋島藩の皿山大官の指示により造営されたと伝わり、有田焼き闘の神として、刀工たちの数形を集めた。 王神天皇を主催神に、鍋島直重と李三平を廃止する。万寿元年8月に、有田皿山大官の命により、現意マリ氏二次町鎮座の上野原八万宮から、文霊を勘定して創始され、皿山大官官勝家の前神社の筆頭の意で、有田皿山僧病や綿宮と称された。明治初年に現社名に改め、明治五年に尊社に列した。 大正6年10月に、有田焼創生300年を記念して、有田焼の祖とされる、李三平公を検証する記念碑が、神社広報の山頂に建てられた。10月16.17日両日の祭典はシや、神社の秋祭りと合わせて、有田くんちと呼ばれる。神社の境内へと入る石段を登り切ると、目の前に、九州旅客鉄道佐世保線の線路があり、踏切が設置されている。 踏切警報器は備えられているが、遮断機がないため、通行には注意が必要である。2008年5月14日に放送された、何これ、珍百景の中で、スリル満点の神社として、珍百景に認定された、佐世保線上有田駅より徒歩、ありがとうございます。